もしもあの時そなたがソニアの背中をかばってくれなければ、わらわたちはもうこの島にはおれぬところであった。誰にも過去を知られとうない。たとえ国中を欺こうとも、わらわたちは一切の隙も見せぬ。もう誰からも支配されとうない。誰かに気を許すことが恐ろしい。恐ろしゅうてかなわぬのじゃ。姉様。あ、しかし久しぶりよにょ。そなたがこうも感情を表に出すにょは。近年ではもはや蛇姫様は氷にでもなってしまわれたのかと。黙れ、国を捨てた裏切り者。黙るのはお主じゃ。天竜人から逃れたのは良いもにょの、どうすれば島へ帰れるかと路頭に迷っておった昇進の小娘さん人、一体誰がここまで連れて帰ってやったと思うとるにょじゃ。すべてわしが外界で暮らしておったおかげではにゃいか。小さな恩を振りかざしおって。にょにょ、4番。わしゃいつも親同然に空からを見守って、それを小さな恩だと蛇姫で、ね、いえ博士マリソニア。そなたは、あ、奴隷であったわらわを蔑むか。はあ、何言ってんだおめえ。だから俺天竜人嫌いなんだって。そなたを気に入ったぞ。もう一つ望みがあると申しておったな。よかろう、目的地を言え。船を貸そう。本当かー。